トトマランチェンです。毎度のお話なんですけども、2月も残しておりますね。この前の動画でもお話ししましたように、まあお店の周りにね、こうバーっとね、梅の木が、まあ、あるんですよ。まあよう見たね、こう満開とまたね行きませんけど、まあ大体見た感じやと、まあ、八分咲きぐらいですか。可愛らしく咲いております。まあね、そんな中ですね、まあ、昨日なんてね、こう20度を超えるような天気でして、まあ、ハウスの中もね、オランジュラオランジュラポカポカしてて、まあ、魚がね、元気って、でね、泳いどったんですよ。まあ、今日はね、一転して寒い。ほんまに。あのね、もうここ、京都北部福知山なんですけども、まあもう10度あるかないか、まあそんなぐらいなんですよ。まあ分かりやすいとね、大阪とか東京の、まあ、真冬ぐらいの気温になりました。そしてね、コロナ禍もまあ続いておりまして、まあニュースなんか見てますけども、まあ京都の緊急事態宣言もまあ今週解除するとかしないとかね、まあ難しいですけど、まあそんな中皆さん風邪などお召しになってないでしょうか。まあね、世の中混沌としておりますが、こんな時だからこそ頑張らなあかんということで、今回も動画出していきたいと思います。それでは今回ご紹介する魚は、ズシャーン、東京からやってきた超スーパースター、ジャビットグナナーン。はい、今からご覧いただきます動画はですね、昨年、導入した時の映像になっております。それではむちゃむちゃ生かした魚ご覧ください。どうぞー。今回はなんとなんと東京から名門中の名門、凍結両決闘魚搭載が到着しましたので、ご紹介できたいと思います。それがこちら、ずっと。それでは早速開けこう、イデオデスの日をダブルのダンジュッ、ニュー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 。はい、ということで今日はダンボールの段の活躍がありませんね。これガムテープをピピッと外したら終わりなんで、はい、ちょっと横置いといて、はい、ポーン。それでは鍋でもよけど超ウルトラメイボケット、オープン。バーバーン。めっちゃ元気泳いでるよ。はー、うわわわわわわ、ほんまめっちゃはしゃぎ回ってるやん。はい、ではね、ここも外して中のしか見ていこう。はーい、オッケー。さあ、行きますよ。どんな感じも楽しみです。東京のこれぞ名門ってと、いくぞ、ババーン。やっぱ東京江戸、この感じが出てるよ。おしゃれな感じが。はーい、これご覧ください。袋ちょっと大きいか見えるかな、覗いてみてやってください。あとしか見ますけどね、ほらほら、なんかトラさんがほら、チャラチャラなんとかとかっていうね、セリフが聞こえてきそうな可愛らしいランチューちゃんたちが入っております。角は一流デパートの赤木や黒木や白木屋さんで紅お白いつけたお姉ちゃんが、くださいちょうだいの大行列。そんな名門中の名血統を本日これよりご開帳。さあ皆さん見てください、ご覧ください。はい、それではね、今回ちょっと数が多いんでドドンとご紹介します。はい、ということでね、洗面器の方に置かせていきます。よいしょ。まあ、かわいらしい。よいしょ。
などの頭先からお先までずるずるずるっとご紹介していきます。それではこちらです。ドカーンと、はい、皆さん目に入ってきましたか。このドドーンときたこの粉炭、そうなんでしょう。この形で頭のね、しっかりして、しかも粉炭、この目の先ポンポンと出たね、これがすっごくいい。本当にこの子とか見てくださいよ。ムチムチポンポンって可愛いでしょ。それにね、ほら白のね頭の子なのに、この玉の先見て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 、可愛い。本当に青激っぱい。はい、それにですね、この子たち、この子をですね、こう手びれペペペペペッと泳いでね、可愛らしいですね。鱗のある見てください、綺麗に並んでね、光り輝く美しい姿をしております。それにね、この尾の姿もですね、こうしっかりとした親骨に支えられて、こうカッカッと泳いだ時にでもですよ、かっこよく崩すことなく泳ぐ姿が、ほんまにこれも魅力的です。で、上から見てても背も綺麗な感じで整っておりましてね、ちょっと一匹見てみましょうか。どれどれ、ほらほら、こんな感じにね、いい感じでございます。カジもまっすぐで、あ、健康な糞もしておりまして、みんな四つ尾でね、いい感じ、かっこいい。東京、まさに江戸っ子の粋でいなせな感じが溢れ出た子たちになっております。では、また次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。